ナミさん、お疲れ様です。今回ですね、人の成功するか成功しないかは行動量によるんだよってことをね、お話しくださったと思います。本当にいつもありがとうございます。それにしてもね、視聴者さんの売り上げが上がったのは嬉しいですね。いや、私もね、なんか励みになりました。で、行動量についていろんな方に差ができるのは仕方がないことだと思いますけれども、その一つの大きな要因っていうのは、作業の時間に当てれるか当てれないかってところもあると思うんですよ。例えば私ね、昨年 AI アートってのを始めましたけども、 AI アートってね、本当にポンポンポンパッて一つの画像ができるんですよ。で、通常絵を描くって何回も何回も練習しないといけないんですよね。練習して絵を描くスキルが上がって、色の配色とかが分かったりとか、バランスとか遠近法とかね、そういった技法を身につけるのに、やっぱ年という単位の修行が必要なんですよ。場合によっては専門学校などに行って特定の美術のスキルなど必要かもしれませんよね。それにしても何枚も何枚も描いていくことによってスキルを上げていくっていうのは、やっぱりこれ必要だと思うんですよ。これはアートに限らず文章もそうだと思いますし、トークもそうだと思うんですよ。でも私が昨年始めた AI アートっていうのは、私は絵の修行を全くしたことがないのに、絵の修行を何年も何十年もした人と同じレベルの絵がいきなり描けるようになったんですよ。ね、あとは販売量をどのぐらい出していくかってことなんですよね。まあ、私の場合はたくさん出せた、合計で2万枚出せたわけなんですよ。その2万枚のリリースが340万という売り上げにつながったわけですよね。でも通常でしたら、私昨年から AI アートの世界に入ったら、まず絵の勉強しないといけないんで、どっちかって言ったら学習費用がかかるはずなんですよね。それが全くなくなって、もう即絵が出せるようになったんで、即売り上げにつながるみたいなことになりました。いや、すごい時代ですよ。まあ、こういった形でね、いろんなことを AI が代行してくれるようになると、ほとんどのサービスっていうのが不労所得に近くなるのかなと思うんです。完全に不労所得にはなりませんよ。でもそんな感じで、本当は多くの方が挫折していたであろう、そういった部分が取り払われたってことになるんで、これまた新しいね、競争が始まるんじゃないかなと。それによって今まで、例えばアートならアートに見向きもしなかった人がそこに参加してくるっていうことが起きて、マーケットが広がるんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということでね、今回は作業量で差がつくということは、その作業を AI がしてくれたらどうなるってことについて考えてみたんですけども、最終的に事の成否を決めるのは、こうなったらね、運なのかもしれないなと思いますよね。もちろん運っていうのは、何もしない人がぼーっと運だっていうものではなくてね、あれこれ尽くした人が何人もいて、その何人ものあれこれ尽くした人が結果を見た時に差ができている、その部分は不可解だよね、これは運としか言いようがないよねっていうことになると思いますので、人事を尽くして天命を待つっていうね、その言葉そのものかなと思いますよね。はい、そしてこの運につきましては、ナミさんの方がね、詳しいと思いますので、ナミさんなりの意見を聞いてみたいと思います。運って一体何なんでしょうかね。はい、この得体の知れないものは、多くの方が認識をしながら、その解決に積極的に向かおうとしてないところがありますんでね、私の場合はたまにこうやって運について考えてみる、そんな時間を持とうと思います。それではここからはナミさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。